こんな気持ちに心当たりはありませんか？友人の嬉しい報告を喜びたいのに腹が立つ。仕事がうまくいって嬉しいはずなのに虚しい気持ちになる。家族と仲良くしたいのに当たってしまって自己嫌悪。素敵な自分になりたいはずなのに些細なことでイライラする。自分が何に腹が立って何に悲しんでいるのか、何にがっかりして何にイライラしているのか、自分の行動に納得感がないため、自分の感情が理解できないという人が少なくないんです。それは嬉しい出来事でも同じで、自分が何に幸せを感じられるかがわからないため、延々と満たされない自分のままでいることになります。こんな風に自分の気持ちがわからない原因は、あなたが自分の気持ちをわかっているつもりでいるからかもしれません。自分のことは自分が一番よくわかってる。だって紛れもなくこう思っているんだから。果たして本当にそうでしょうか？自分の気持ちがわからない状態ってまるで沼の中にいるようです。前が見えない。浮き上がる水面が見えない。ドロドロとした沼の中で必死に抜け出そうとしている。そんな気持ちになったことはありませんか？そんな悩みの沼を抜け出すために必要なのはシンプルだけど大切なこと。それは自分の感情を丁寧に見てあげるということ。毎日を楽しく過ごすために、明日がちょっぴり楽になるために、人生を整えていくために、一緒に沼から抜け出しましょう。こんにちは。ハピケンことハッピー研究所の翔です。今回は、自分の気持ちがわからない沼から抜け出したいという本をご紹介したいと思います。著者は、マインドトレーナーの田中よしこさん。彼女は、幼少期から不幸な家庭に育ち、いつも必死に周りから好かれること、評価されることに重きを置いて生きてきたそうです。自分の気持ちに向き合うことなく、自信もないのに、そんな自分を取り繕いながら人と接してきたことで、人間関係も心地よいものではありませんでした。その期間、なんと30年間。健康で仕事もあり、友達もいるはずなのに、心からの幸せを感じられないのはなぜなんだろう。そんな彼女が人生を整えることができたのは、自分の感情を丁寧に見てあげるというシンプルなことでした。自分の本当の気持ちがわかると、自分の存在を肯定的に受け止められるようになるそうなんです。本書には、自分、価値観、人間関係、仕事、恋愛や結婚について、それぞれ陥りやすい沼と、その沼から脱出する方法が紹介されています。その数全部で43項目。ちなみに、僕はこの43項目の沼のほとんどにはまっていたようです。やばいくらい沼にはまっていて、自分ごと感が半端ありません。本動画では、この中から自分に焦点を当てて、いくつかの沼脱出方法をご紹介したいと思いますので、最後まで見てみてくださいね。ハッピー研究所では、幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。よろしければ、チャンネル登録していただけると嬉しいです。自分にダメ出しばかりしてしまう沼。私ってダメだなぁ。私なんて。と、無意識に自分のことを責めていませんか？もし気づかないうちに口癖になっているとしたら注意が必要です。なぜなら、何をしても無駄だという結論に至ってしまうからです。他人が褒めてくれたとしても、自分でダメ出しをして、もっと頑張れと言われ、たとえうまくいったことがあっても、運が良かっただけ、うまくいったのは偶然よ、などと自分を認めない捉え方をするので、一瞬、良かったと思うものの、すぐに不安になってしまうんです。自分を認めず、自信を奪う癖を持ちながら生活する毎日は、どんどん前向きなエネルギーを奪います。〇〇しないといけない。これをやらないと自分は認めてもらえない。そんな焦りや不安にいつも追い立てられて、どんどん自分を認める力が足りなくなってしまうんです。新しい自分に必要な考え方。自分にダメ出しばかりしてしまう沼にいる人は、自分の価値に気づかないまま頑張り続けてきました。もしかしたら、人からあまり認めてもらえなかった経験ばかりで、完璧を目指す思考の癖がついてしまったのかもしれません。だから、何か目に見える分かりやすい成果が出るまで、自分に納得がいきません。できたか、できてないのか、良かったのか、悪かったのか、自分の横に意地悪で否定的な目でチェックし続けている、もう一人の自分が立っているんです。まずは、ダメ出しし続ける自分のままでいることをストップできるあなたになりましょう。いつものように、私はダメだな、と凹んだ時に、なぜダメ出しをしたのかを考えるようにしてみましょう。私はまたダメ出しをしたけど、
どうしてダメと思ったんだろう。ああ、あれがうまくできなかったからだな。あれはできなかったけど、ここまではできてるじゃないか、と、ダメ出しの深みにはまる方向ではなく、どこがダメだったのか、どこまではできていたのかに注目して、ダメ出しから抜け出す自分へ少しずつ切り替えてあげるんです。ダメ出しをしてしまうのは、自分なりのそう思ってしまう出来事があったから。そのことは事実として受け止め、新しい自分に必要な考え方を身につけましょう。小さなことに悩んでしまう沼。友人から言われた一言が何年も引っかかってしまって、未だに悩んでいる。いつまでも嫌な出来事や心配事が頭から離れず、ずっと考えてしまう。そんなこと大したことないよって言われても、分かっていてもくよくよ悩んでしまう。悩みというのは全て捉え方なので、悩みに大きいも小さいも関係なく、人それぞれです。それなのに、自分が、私はこんな小さなことで悩んでいると感じていると、これもまた自信を失うきっかけになってしまいます。子供の学校の面接に着ていく服をもう何ヶ月も悩んでて、家族や友人から呆れられている。人から見たら小さいことでも、自分の中で大きなしこりや悩みになっていることって意外にたくさんありますよね。自分でできないことは考えない。小さなことに悩んでしまう場合、過去にあった体験の中の失敗だけにフォーカスしている可能性があります。そして、私はいつも失敗するという偏った思考の癖があるんです。頭の中に知らないうちに失敗への恐れがある状態なわけですから、あなたの毎日は決してスッキリしてくれません。小さなことに悩んでしまうからこそ、まず気をつけてほしいのは、人に相談しないということです。それはなぜか。小さなことだって自分もわかっているくらいなのだから、きっと相手にも共感してもらえないからです。気にすることないよ。大丈夫だよ。そんなことで落ち込んでるの？などの言葉を受け取るので、結局解決しないし、すっきりできません。そして、さらに他人からアドバイスを受けたことで、状況が複雑化して、落ち込んでしまう事案が増えてしまうのです。この沼から抜け出す第一歩は、自分でできることと、できないことを分けて考えることです。例えば、挨拶しても無視される、私は嫌われてるんじゃないか、と悩んでいたとします。この場合、自分でできることはあるでしょうか？挨拶を返すかどうかは相手が決めること。自分にはどうにもできないことです。自分でできることは捉え方を変えること。この場合、相手から挨拶が返ってこないのは事実。ですが、相手が自分のことを嫌っているのは全く不明なことです。そして、これが肝心なことですが、相手があなたのことを好きにならないといけない理由はないんです。これもすべて相手が決めていいことです。事実は事実として受け止め、相手のことは相手にお任せ。また、あなたも無理に挨拶を続ける必要もありません。相手が今日挨拶をしてくれなかったことは、あなたの長い人生の中で一瞬の出来事なんですから。すぐに気持ちが落ち込んでしまう沼。会社の先輩があなたにこんな一言を言ったとします。この前の説明が悪かったかな。もう一度説明するね。先輩のそんな優しい一言にも、ものすごくへこんでしまう人、いませんか？相手は別に責め口調でも何でもないのに、また私はできていない、と思うだけでなく、こんなこともできてなくて悪かったですね、なんて逆ギレモードになったりして。どうせ私はダメな人間だ。いつも人に迷惑をかけてる。こんなこともできないなんて。情けない思いを抱えながら、同時に怒りや罪悪感も抱え、必死に平常心を取り繕ってしまう。心当たりのある方、いるんじゃないですか？すぐに気持ちが落ち込んでしまう自覚があるあなたは、ストレスを溜めやすい気持ちの使い方をしているので、体をいたわってあげることが大切なんです。落ち込みながら、リラックスはできない。落ち込んでいるときは、なぜ私は落ち込んでいるのか、なんて理由探しは不要です。落ち込み癖がついている状態なので、理由は見つかりません。まずは、カチカチに緊張した体をほぐすために、深呼吸する癖をつけてください。方法は簡単です。1、コップ一杯の水を飲む。2、日の当たる窓際に座って目を閉じる。3、3秒で息を吸い、7秒かけて息を吐く。この深呼吸の時に大切なのは、次のような意識を持つことです。今日もあれが嫌だったな。こんなうまくいかないことがあった。
でも今日も一日私なりに精一杯やったから深呼吸をしてあげよう。ネガティブな思いを把握した上で深呼吸とともにリセットしてあげるんです。人は落ち込みながら幸せにはなれません。楽しいことも考えられません。落ち込むことは誰にでもあるからこそ、理由探しはやらない方がいいんです。他人軸で考えてしまう沼。きっと私がやればみんな助かるはずだから、ここは我慢しよう。面倒な役回りだけど、ここは私が引き受けておこう。これをやった方が感謝してもらえるかな。ついこんな風に思ってしまう場合、もしかしたら気づかない間に他人軸の考え方になっているのかもしれません。自分の想像上の他人の期待通りに振る舞い、他人からの評価をいつも気にしていると、結果的に傷ついてしまうことが多いんです。他人に優しい、いい人とか言われるけど、心の底では、こんなに我慢してるのに、私の頑張りも察してほしい、という思いが渦巻き始めたら要注意です。限界を迎えた時に大爆発。周りの人はあなたが我慢しているとは思っていないので、いきなりの大爆発にびっくりして驚いてしまうこともしばしば。自分でも自分の気持ちを押し殺して我慢するのをやめればいいと思うんだけど、実際そうするのは怖いですよね。考え方が他人軸になっていると、他人から悪く思われない自分イコール存在価値がある自分という偏った認知になっているので、相手に合わせて我慢をし続けてしまうんです。自分を優先した答えを選ぶと他人に迷惑がかかるんじゃないかという思い込みもあります。あなたはどうしたいの？どんなことが好きなの？何が本当にやりたいことなの？こういった質問の答えを選ぶのが苦手ではありませんか？それは今まで相手がどうしたら喜ぶのかばかりを考えてきた証拠でもあります。小さい頃に親や先生など目上の人から、これをしてくれたらいい子、我慢したら褒められたというような接し方をされたかもしれません。他人の気持ちを優先しない。今やっていることは誰かが喜ぶ選択をしてきた癖が残っているだけだということをまず知っておいてください。あなたはもう自分で決めてもいいはずです。そして実際にそうするしないは別として、自分が喜ぶ方の選択をイメージしてみましょう。例えば早く帰ろうと思っていた日に上司から、これ明日の朝までにやっておいてと翌日午前中締め切りの仕事を頼まれたとします。今までのあなたなら引き受けていたはずですよね。でも次からは、今日私は早く帰りたいと思っていたはずだから、用事があるので明日午前中にやると言ってみよう、というふうに想像してみます。こんなふうにイメージできるようになると、そもそも突然すぎる仕事だから交渉する余地はあるよね、とわかります。自分の気持ちに従って本当にやるべきことが見えてくるんです。他人軸で考えてしまう沼から抜け出すと、相手がどう思ったかではなく、私がこう思っているだけだ、といういいか悪いかにとらわれない見方が自然と身につきます。この沼の正体は過去の自分の考え方の癖、自分を主語にする回数を増やせばいいだけなんです。43の沼すべてに共通する沼の正体、もうお気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、それはとある感情です。沼を生み出すこの感情を抑えるためには、自分の感情を丁寧に見てあげて自己肯定感を高めることが一番の近道なんです。沼から抜け出すことは別人になることではありません。沼から抜け出すと、今まで自分でも気づけなかった本当の自分に戻るだけなんです。それは幸せな時に幸せと感じられ、自分の価値や感情を肯定できる普通だけどとっても素敵な生き方なんです。皆さんは沼の正体であるとある感情とは何かわかりましたか？正解は本書を読んでみていただければですが、この感情が大きくなってしまうと本当に厄介なんですよね。本書では5つのカテゴリー、43個の悩みの沼が紹介されています。皆さんに悩みがあれば、その多くが当てはまっていると言っていいでしょう。また僕もそうなんですが、悩んでいると認識していなくても本書を見ていると、ああそうそうそう考えがちなんだよと再認識する悩みの沼も多くありました。沼から抜け出すヒントを手に入れたい方は、これを機にぜひ読んでみてはいかがでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。
皆様に幸せが届きますように。